提案する商材。高ければ高いなりの価値がついてるはずです。お客様は自分の常識の中で、皆様お疲れ様です。即決営業の榎本です。一生懸命頑張ってお話をした商談、自分からきっかけを作った案件なのに、他社を見てからとご利用にされて、さらに相見積もりの値段に負けてお断りされるケース、これとても悔しいですよね。金額が高いとこのフレーズが出ると諦めモードになってしまう方も多いと思いますが、いやいや負けないでください。まだまだ勝負できます。今日はこの値段が高いと言われた時の切り返しをテーマにお話をさせていただきます。私も営業を始めた当時はどう切り返していいのかが分からなくて、具体的にどうするのと悩んだものです。相見積もりの値段に負けると苦戦されていらっしゃる方、営業初心者の方、ご参考にされてください。即決営業。値段が高いと言われる原因は大半がアプローチからヒアリング、そしてプレゼンの内容に原因があります。触れるトーク手順になっていない、相手に納得が取れていないということなんですね。提案する商材、高ければ高いなりの価値がついてるはずです。その商品の価値が伝えきれていない、お客様の心に届いていない、印象に残っていないと分析してください。商材の PR ポイントをお話ししていたとしても、印象に残っていなければ意味がありません。これはトークの質を上げていくしかないのです。ご自身のトークを見直されてくださいね。ただ商談の途中なので、このやり方で仕切り直しをし勝負をしましょう。金額が高いって言われた時のお助けフレーズはこれです。ありがとうございます。その分内容がいいんですよ。ありがとうございます、だから質がいいんですよ。ありがとうございます、だから売れるんです。とこんな感じです。できるだけフレーズは短く、印象に残るように、大きな声で正々堂々とひるむことなく伝えてください。つまり値段が高いにはそれなりの理由があるっていうことを自信を持って伝え切るということなんです。お客様は自分の常識の中で安いイコール正しいという判断をされています。高いといえば営業マンは引き下がるだろうと予測をしながらお話をしています。だから内容がいいんですよと切り返すことで、お客様の常識が、え、何？となります。話を終わらせようと、ピーンと張った気持ちが一瞬緩みます。緩んだ隙に再度勝負に出るのです。このフレーズの後、自社商品の商品内容やサービス内容で、ここが自慢できるというポイント。他社との比較で、ここが勝てるというところを続けてください。お客様の出した結論をいきなり否定したり、イエスバットで切り返したりすると拒絶反応が出るので、これは NG です。気をつけてくださいね。この手法、私が過去にかけられたことのある技です。費用が高いと言った際に、だからうちは内容がいいんですよと切り返されました。あ、この手法だと相手の技を分かっていても思わず納得してしまったという、お客様側の心理状態、体験済みの手法です。商材に合わせて表現を変えていただく必要がありますが、ぜひお役立てください。事前に自社商品の商品内容やサービス内容で、ここが自慢できるというポイントなどを語れるように、日頃からトレーニングをしておいてくださいね。即決営業。ではまとめさせていただきます。高いって言われた時のお助けフレーズはこれです。その分内容がいいんですよ。だから質がいいんです。だから売れるんです。お客様の常識を歪めて聞く耳を持たせてから、勝負するステージ設定を行うことです。自社商品の PR ポイントやベネフィット、つまり利点、ここが自慢できるというポイントを伝えてみましょう。そして値段が高いと言われる原因は、大半がアプローチからヒアリング、そしてプレゼンの内容にあります。お客様の心に届いていない、印象に残っていないと分析をしてください。トークの質を上げること、
つまり売れるトークで話すことです。ご参考にされてください。この動画から何を感じてどう行動するかは皆様次第です。皆様が成功することを我々即決営業にも応援させてください。我々株式会社即決営業は皆様の成約率をアップさせるため、東京新宿セミナールーム、大阪ナンバーセミナールーム、ウェブ参加型のオンラインでの無料セミナーを随時実施しております。今より大きな売り上げを作りたい、正しいセールスのやり方を学んでみたいという方は、東京、大阪、ウェブでの無料セミナーにご参加されてみてください。右上のリンクをクリックしてセミナー日程をご覧いただき、都合の良い日程を選んでお申し込みください。無料でご参加いただけます。よろしくお願いいたします。皆様の商談数、成約率が上がることを願っております。一緒に頑張りましょう。即決営業の榎本でした。ありがとうございました。